さあ漢字で GO、 今回もカジュアル、ね、今回はね水生生物の名前を言ってみましょう。いくぞー。さあ13問か、水系ですね。え、キハダマグロいや、キハダだけは言わん、マグロまで入れえや、バカガイ。どうで、今夜いっぱい、今夜いっぱい行くのかい。ステージ2 これもそうだよね、考えたら難しいよね。だどう考えてもこう読めないもんね。知ってるから言えるだけでさ、海バーとか海バー、これもそのままかな。草亀、エビとか読めないよね。3文字、あーこれはそのまんまだから読めるか、知らなくても。まあ釣りしてる人間なら楽勝だね。まあエビは釣らないからね、釣りしてる人間もあんまり。動物って言われるとな、平たいからヒラメやなこれは。え、あ、全部入れてください。魚編に系欲しいよね。魚編に系だけで1個作ってくんないかな。香りがするのって何だったっけ、香りの魚、香りの魚何だったかな。アユだ、アユ正解。こっちのじやめえや。あー、これも読めないよね普通。知ってるから読めるけどさ、鳥族鳥族、ウ族ってのも一応あるんだ。ファイナル。さあ、ってこれ問題変わらねえからな。4文字、4文字ならクジラじゃないの、祭り。え、わかんにゃい、これ3件全部使うぞ。岩倉、誰だ、高倉。4文字の魚を思い浮かべよう。祭り、ヒントを見ないと多分一生わからないんで見ます。だってもう出てこないもん。ニシン、ニシン系、東南アジアの内湾。よし、ニシンで分かったやっぱヒントは卑怯か。まあ魚は割と詳しい方なんで、ね、オールクリア。今のはヒントで分かっちゃったね。このキハダはちょっとさ、マグロまで入れてキハダマグロだろキハダだけ言われてもさ、俺一瞬え、魚水系って思ったもんね。バカガイ、バカガイはそのまんまだったね。そしてうーふぐたくん、どうでい、今夜いっぱい、いっぱい行くかい、アナゴくん。でエビもめちゃくちゃむずいよね。これも知らなきゃわかんないタイプ。逆にと知ってるんだけど、クサガメね、イワナ、イワナはまあまあ読めないくらいかな。ヒラメもね、魚編に系だけでね一個欲しいよね、ジャンル。で、確か香る魚は鮎だね。2文字っていうので。川魚のあの辺の香りするやつ。ね、苔を食べるんで苔の香りがするんだったかな。で、イカ。ウソクとは呼んだことないね。そして、4文字でニシンっていうので、この城出てきました。いわゆる光り物だね。いやー、よう分かったなって思う人もいると思うんだけど、まあ、分かるんですよ。俺はちょっと魚には割と詳しいので。あと何回かぐらい挑戦してもいいかなって思うんだけど、まあまあまあ別のジャンルもあるんでね、いろんなのを楽しんでからにしたいと思います。